最善最善直行王子は手も足も出なかった。マジっすか、ジュンさんとテツさんが。その後肩の調子はどうよ。くそ、情けない。自分とは違うことなどもうとっくに分かっていたのに。ガンガン撃たすんでみんなよろしく。上等じゃねえか。この状況で俺以上に落ち着いてる。何がバッター集中だ。あの野郎やりやがった。すいません、俺とっさに。ったく、だが悪くない判断だ。これが二軍の試合なんてもったいねえぜ。なあ古谷、早く試合で投げたいです。くにゃくにゃ気持ち悪い球投げやがって。そんなに打ちづらいもんですか、あの子の球は。誰俺はまだやれる。こいつ足が財産。フォール。つまんねえリードで勝負から逃げんじゃねえぞてめえ。おい俺でたらめ小僧。旧式のホーム来いや。今はただ最高のボールを。ナイスボールだ。クリス先輩に褒められた。どういうピッチングなんですかこれ。いつまで叫んでんだこら。そんな面して寄ってくんじゃねえよ。小物くせえ奴らだな。さっさと守備につけバカ野郎。交代だ沢村。案外裏、それとも俺も用なしっすか。いいから変われ。なんだっけこれ。今から一軍昇格選手を発表する。選ばれた2名は我が校代表としての責任を自覚せ。1年小湊春一。同じく1年沢村栄純。なんで俺だけ。ピッチングだってクリス先輩がいたからだろ。出て行ってどうする気だ。辞退でもするつもりか。お前は監督に認められたんだ。選ばれなかった者になんて声をかける。選ばれなかったあいつらの分まで強くなることだ。陽介さんの弟はまだわかるとしても、なんであの沢村が一軍なんだよ。あいつ入れるぐらいなら他の先輩を入れてあげればいいのによ。アホかお前ら。もう一年チャンスのある2年の俺たちがごちゃごちゃ文句言うとる場合か。見とれよ、俺は来年絶対に生き残ってやるからな。今やれることを全てやる。それが俺がクリス先輩にできる。気合入ってるな栄純くん。やると決めたら迷わず突き進む。ちょっと加速した。僕ももっともっと頑張らないと。余計な心配だったみてえだな。だが少し危ういな。あいつにはこの先覚えなきゃならないことが山ほど。もう走んのか。やめとけ。外は雨だぜ。下から合宿も始まるし、あんま無茶すんじゃねえよ。大丈夫っすよ、俺は雨なんかに負けねえすから。やるしかねえんだ俺は。もうやるしか。よう、ちょっと付き合えよ沢村。連れてきましたよ先輩。やっぱこいつ雨ん中走ろうだろうな。おはようございますクリス先輩。お前をここに呼んだのは夏までにやるべきことを話しておこうと思ったから。そのために俺たちがいる。チームプレーは一人じゃ練習できねえからな。エースナンバーは誰にも渡さない。後でブルペンに付き合ってくれないか。投げるのか今日。気持ちはありがたいが、もう少し生きた球を頼む。厳しい。お前今ランナーがどこにいるか分かっとんのか。フレアも堂々とエラーしてんじゃねえ。どんまい。てめえが励ますな。プレーの前にいろいろな局面をイメージし。丹波、川上、先にブルペンに入ってくれ。取るだけじゃなく必ずホームに投げ返せ。いいな。なるほどな。あ、丹波さん、ブルペン入るんなら俺が。いや、何やっとんねんこれ。まああの子は置いといて。うか、
お前もっと食っていいぞ。日が落ちても練習は続くからな。これじゃ俺一晩中でも頑張れるな。かわいそうに。俺も去年純さんに死ぬほど食わされたんだ。マジかよ。ゴーフリア。よし、初日はこんなもんだろう。最後にグラウンド20周。最低でも丼3杯以上だぞ。残したら報告しろと先輩たちからのお達しだ。午後の練習もっと増やすか。いや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 、結構来てますって。いや、いけるじゃねえか。レギュラーの席は絶対譲らねえ。負けません。足が動かない。そろそろ差が出始める頃か。お前と変わりたいってやつはたくさんいるからさ。全然平気だったら顔に出すな、バーカ。ボールごとか。明日も朝からやるぞ。ストレッチして早く上がれ。なんであの人たち立ってられるの。化け物め。最後の土日、練習試合を3つ組んである。土曜日は古谷と沢村で1試合、勝敗は問わん。疲れがピークの中、全員がどれだけ強い気持ちを持って戦えるか。何やってんだお前ら、さっさと風呂入れよ。そんだけ元気なら大丈夫だよな。とりあえず風呂入ってから俺の部屋に失礼します。お、来たな。元気余ってんだろ。この人たちのお相手よろしくな。早くやるぞ、昨日の続き。勘弁してくださいよ。お前ら将棋は、じいちゃんとやってたから少しは。とはよろしくな。俺はゾノの部屋で寝る。あの野郎逃げやがった。こんな人たち押し付けて。沢村の野郎、田舎に彼女いるんすよ。こらそこ。どういうことか詳しく聞きてえな。沢村、午後はブルペンに入るぞ。きちんと準備しとけ。あれ俺が撃つ。怪我しちゃうってさ。全然聞こえん。いつもの威勢はどうした、イサシキ。すげえ、いつまでやるんだよ。さすがに先輩たちもボロボロだぞ。どうした、もう終わりか、ユキ。一球。監督、よし、ラスト一球。最後まで集中力を切らすな。松本監督、今日はわざわざお越しくださりありがとうございます。試合、その割に先発は1年ですか。プレイ。誰にも打たせるつもりはない。ボール。何やってんだあの野郎。バックに助けられたな。もう一点もやりません。おい、もう変わるか。無視すんなてめえ。高級室だ。もうあのアウト。ボール。ドフェンス直撃のタイムリー。すみません、遅くなりました。テーピング買い忘れて戻ってたら。ボール。フォア。今回で11失点。あの古谷君が。自分に投げさせてください、グラサ。いや、監督。こら。お前は6回からだ。すいません、タイム。お、ベキ先輩、どうすれば点を取られずに済みますか。一つアドバイスを。こいつ確信したぜ。いいか、フリア、冷静に考えてみろ。これまで打たれたヒットは7本。それでも
鉄さんや純さんが何も言ってこないのはなぜだかわかるか。我慢すんにも限界があんぞ、みゆき。お前はもっとバックを信じて投げればいいんだよ。面白くなってきやがった。ここからが本当のプレイボールだな。あのミット。ゴー、アウト。一人で野球やってんじゃねえぞ、このバカだれ。さてと、点でも取ってくるかな。